年もミスねぶたコンテストが始まりました。私は小さい頃からジャーメグねぶたが大好きで、現在は青森公立大学佐々木ゼミでねぶたの研究をしています。夏と言ったらねぶた、ねぶたがなければ夏じゃないというぐらいなくてはならないお祭りです。最近ではインバウンドの海外の方へのお客さんへのしっかりとした PR ができるかなというところをまた考えながら審査をいたしました。前年度のミスねぶたから、そして今年の新たなミスねぶたにティアラが渡されました。栄えあるミスねぶたグランプリに選ばれたのはエントリーナンバー5番野里美穂さんです。分かりやすく、そしてそのねぶたの楽しさをワクワクするという気持ちと一緒に思い出していただけるように PR したいと思っております。皆様